日本共産党の倉林明子でございます。今日は、えー、参考人の皆さんありがとうございます、えー。今もお話がありましたけれども、ガスについて私の方から、えー、杉本参考人と辻参考人にお伺いしたいと思うんです。えー、私たちもあの委員会として、 えー、視察に東京ガスに行かせていただきまして、保安体制の状況を見せていただいて、あすごい規模で投資をして、安全の確保に努力されてるというところを目の当たりにもさせていただいたんですね、えーあのー、ガスはやっぱり安心して安全に使えるっていう、この安心感が本当に大事だと思うんですね。 そのその上であの先ほどあの辻参考人の話聞いててもですねこの同管部門の分離について非常に懸念が示されたとうう思うんですね法案を確保していくという上で。 で、お話を伺,伺えば伺うほどですね、まだこの保安体制どうしていくのかっていうことはまさにこれから検討することになっていて固まっているものは何もないっていう状況にあるということもよく分かりましたと、えー、りわけお聞きしたいなと思うのはその大規模災害への対応っていうことで一朝一夕にこの保安体制ができた。 したものじゃないということを、改めて視察の中で感じもしたんですけれども、どういうふうに、この、保安体制、いざ大規模災害っていうときに、対応できるようなし仕組みにつく作られてきたのか、その要は、あのー、日常 の一体となっていくと肌感覚ということもおっしゃったんだけど現実、それを実現するために訓練等も含めてね日常的な取り組みもあったろうと積み重ねがあったろうと思うのでそこら辺、辻参考人についてはお聞きしたいなとそういう努力のところをあの教えていただきたいと思うのと杉本参考人にはですねあの家庭用需要化からこの法案について。 ご意見改めてお聞きしたいと思いますままず辻参考人はいい、えー、ありがとうございますあの先生ご指摘のとおり、まあ、本当に安全第一というのはあの特にあのガスの場合はそのとおりだというふうに思いますで、まあ、我々、まあ、例えば私の経験から言いますと、えーまあ、ガス事業にこう入その会社に入社した、まあ、その瞬間からですね、えー、新人の時からやはりガスは、まあ、安全が第一ということで まあそれに関わる基礎的な訓練はあ受けててままいっておりますそれから、まあ、若いうちは特に現場に出まして、えー、いろいろお客様のご要望なりニーズをその保安面のサイドからもお聞きしながらですね、えー、そのやり取りをすることでまたその経験値が上がってくる、さらには、えー、そのこれはまあ人によって違いますけれども、まあ、いくつかの,その部門をまたがったローテーションを組むことによってですね まあ、いろんな角度からまた改めてそのお客様の安全を守るという切り口の要素をです、ねえー、積み重ねてくるということ、それから会社としては当然、定期的に防災訓練とも積み上げておりますので、おっしゃるりまり、まあ、一朝一夕にはいかない長年の積み重ねでここまで来ているというふうに認識をしております次に杉本参考人。 私たちは消費者に需要家にとりましてはあの料金よりも何よりも安全が第一の,あの希望ですそれであのこれをあの今まで、えー、同管事業者が家の中のまで全部点検をしてい一気で全部情報も持っていたわけですけれどもこれがあの会社が分離してしまうとあの、えー、先ほどあの辻委員の方からも働く者同士の,あの えー、一体感や気持,ちが連携気持ちの連携が重要というご発言もありましたけれどもあの例えばです、ねあのえー、今まで一緒に暮らしていた家族が子どもが成長してあの別に住んでしまったコミュニケーションがなくなるとだんだんその意思も疎通してうまくいかなくなるということもありますのでやはりあの、えー、あのだ災害 電気と違って広範囲の道路や地地あの、えー、敷地でのガス漏れによる二次被害が心配されますので、えー、元のガス会社から分割した同管と工事業者で想定外が多い大震災の混乱時にうまく定型機能するかあ不安に感じていますでもこれは今後の,あのガス小委員会の,あの議論の方にお任せいたします。倉林明子君はい。 えー、杉本参考人に続いいいいてて質問させたただきたいと思いますあの安全第一ということなんですけれども、消費者にとっては料金の問題も非常に大きいウェートを占めるかと思います、そういう観点から届出制についてはダメだということで、明確な意思表示もされていたかと思うんですけれども、はい、その理由についてですね紹介していただければと思います。 杉本さん、昔のことをなぎました。杉本参考人、<laughs> あの料金についてのご意見で結構です <laughs>。すみません、料金についてのご意見で結構です。はい、杉本参考人、はい。 えすまません先にし <laughs> してしまってっ、はい、料金はあのやはり、えー、安くて安定的な供給というのはガスのもう,もう一つの、えー、条件だと思ってますので安い方がいいわけです先ほどのフィットの負担金が高くてもいいという,ふうに申し上げましたけれどもやはりそれは消費者に納得のいくあの、えー、説明があってこそ,それ支払いに納得ができるんだと思うんです。でですからあので、えー、ガスの方でもやはり えー、料金が、えー、どういうふうにあのどうして上がるのかということをちゃんと説明をしていただかないとあの、えー、納得ができないというふうに思ってます。倉林明子君 あの消費者の立場から続きで杉本参考にお願いしたいんですけれどがすでにガスで言いますと自由化されている LP ガスのところで詳細な資料もつけてご説明いただいたんですけれどが非常にあの相談件数等も多くって今もいろんな問題あるんだということだったと思うんです時間もあの短かったのでその部分、追加的に資料の説明も含めてしていただければと思います。 杉本参考人はい、えー、LP ガスはですね、もうすでに自由化されてましてこの自由化があの皆さんの納得いくようなあのことで行われていればそれがお手本に、今回の都市ガスの自由化もお手本になったと思うんですけれども、あのとてが先ほどの資料にありますように苦情も多いですしあの何千件という二千何百件という。こあの、 苦情があります。えー、それで、えー、いろいろな形の,あの販売方法があって例えばあの委員会の中でも紹介されてたようにあの全部のアパートなんか建設時に全部のところにエアコンをつけるからそのガス事業者に。あの らということで関与しているとかそれは、でもあのそれだけではなくて後に支払うのは消費者なんですねあの料金が高くなってくるわけですからそれを払うのは消費者なのでそういう売り方もあったりとかということで苦情があの多発しているというふうに思います。倉林子あありがととうございいいいまますす、えー、人に伺いたいと思います、あのー 今回の説明、えー、意見陳述の中でも述べられておりましたところと、今回の電磁法の改正の中でもあの指摘させていただいてたところでもあるんですが、あの原子力発電の事業環境整備ということが繰り返し、あのー、指摘されておるわけで、私ねあの、この具体的な中身をはっきりさせていく必要があるんじゃないかと。 いいうふうふに思っているわけです昨日でしたが、朝日新聞にも核燃料サイクルについてのごげん、えー、発言があ、八木参考人の発言が載っていたかと思うんですけれど、さまざまなあのことが挙げ,られる挙げられているんだけれども、具体的にどこまで整備される必要があるというふうにお考えなのか、できるだけ具体的にご説明をお願いします八木参考人ありがとうございます。 あの原子力発電の環境整備というのはあの基本的にはあのこれま、まずあのスタンスとしてこれはあの国の政策のもとに民間があこれまで通り長期の,その事業の予見性を持ってこの事業を遂行していきたいとそのための環境整備をお願いしたいとこういう趣旨でございます大きく申し上げますと2点あるかなと思っています。1点はいわゆるあの サイクル事業全体に対して、えー、これ、サイクル事業というのはまあ非常に長長期にわたる、ま,あ、また、まああのまあ、費用も相当かかる、なおかつこれ、10社の共同体制でやっている共同事業でございますが、こうした事業というのがいろんな今、環境変化が起こっております、えー、まあいわゆるシステム改革もございますし、まあ、原子力依存度を下げていくと。 こうした関係か環境の中で、今後とも我々が事業の予見性を持っていくにあたっては、えー、やはりここの,その国の、えー、いわゆる関与強化といいますか、言ってみれば国と事業者との役割分担の在り方、新たな国策民営の在り方、これをお願いしたいというふうに思っております。まあ、これははあ,ある意味でで日本元年がですね これ、いわゆる再処理事業等々を中心であって、電力10社が支えているわけでございますが、例えば日本原年が費用を確実に回収しながら投資ができるような環境、あるいはそうした事業をやるにあたって、これからもいろいろ規制強化、あるいは規制の変更等々も出てくる可能性あります。そうした時にそううししたたに費用が えー、確実にこう、まあ、回収できるとおかしいけど、事業者側にとって一時の負担にならないように、事業が継続的にできるような費用の回収方法、例えばこういうようなことがあります、もう一点は、あの原子力損害賠償制度の関連でございます、えー、この原子力損害賠償制度につきましては、ご指摘のように、今、 世界でもあまりの例のない事業者に対して無限の無過失の責任がまあかかっている状態でございますが私どもといたしましては、えー、例えばあそ,のその部分について例えば有害責任化という概念あるいはそのまあ面積事項を明確化するというような概念あるいはあの今、あの電力10社があ一般負担金という形で相互補助の形で えー、この原,原子力損害賠償の費用を出させていただいていますが、これについて今後の負担のあり方ですね、例えばこれ、例えば事業者が廃炉をするとか、事業者が原子力を撤退していくとなると、その負担の考え方は、その他に負担が押し寄せていきますので、こうしたことについて、やはりあの、えー、きちっと負担をどうするかという、そういう中において、例えば、まあ、国と、 えー、事業者との負担のバランスとかまあそういったことについてご検討いただけないかというふうに考えているところでございます以上でございます倉林明子君、はい、あの今おっしゃった分だけでも額が確定できないようなあの部分も含めて入っておったかと思うんですねあの 総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会に八木参考人も参加されて、その中でもこの事業環境整備について挙げられて、説明されているくだり、読ませていただきました、三つ目に挙げられていたのがです、ねあの、巨額の投資回収の見通しが立つ措置ということで、あの 参考人の発言、記録を読ませていただいた中には、えー、書き込まれておりました、あの現状ではですねあの、こうした原発にかかるコスト費用の負担、コスト負担ですね、えー、相当になるということからです、ね、投資回収の見通し、このままでは立たないというお考えなのかどうか、いかがですか。木参考人 あの私申し上げましたの原子力事業の事業の特殊性としてフロントからバックエンドも含めまして非常に長期にわたる事業でありその間における投資というのは非常にあともあの多大な投資がいるという。でこうした費用を民間事業者が 確実に、まあ、適正に失礼表現を変えます適正に回収していけるような制度ということで、実はこれまでは総括原価制度という制度があったわけでございますが、今回の電力,電力システム改革の中で、そうした制度がなくなって、事業環境が非常に不透明な状況になっています、そういう中で、民間事業者としてあくまでもやはりこの原子力事業及よび原子燃料サイクル事業、 これは進めていきたいといいとう強い気概を持っております。ただ、そういう事業を進めにあたって、長期の事業の予見性を立てるということが、ぜひとも必要であるとで、そういう意味では、その原子力の事業の特殊性を考えた上でえで、ー、いろいろな環境整備をお願いしたいと、まあ、こういう考え方でございます。倉林明子君あの。改めて説明するまでもないと思いますが、われわれ、原発はゼロに即時判断すべきだと。 いう立場でではあるんですがあの、事故の危険性と事故を及ぼすその被害というものの甚大さを考え,まし考えるだけでなくてです、ね、コスト面からもです、ね、やっぱりあの検証していく必要があるし今後ともその予見性が立たないような。 あの中身があるんだということを今日、改めて教えていただきましたので議論の参考にさせていただきたいと思います。え今日は終わります。はい